エスプレッソ、エスプレッソは、元は、深入りで微細に引いたコーヒー豆を充填したフィルターに、沸騰水を加圧状態でこすことで抽出されたコーヒーのことである。普通のコーヒーカップの半分ほどの大きさのカップで、強されるため、デミタスとも呼ばれる、ドミは半分、タッセはカップを意味するフランス語。エスプレッソは、抽出方法なので、紅茶でも可能であり、例えば、 キリンビバレッジの缶飲料、午後の紅茶シリーズの一つとして、エスプレッソキーシリーズが発売されている。イタリアやフランスでは最もよく飲まれるコーヒーであり、イタリアでコウといえば普通エスプレッソのことを指す。特徴的な抽出方法により、風味が濃厚である。使用するコーヒー豆が深入りのため、焙煎工程で揮発し、抽出時間も短いことから、 カフェインの含有量はドリップコーヒーに比べて少ないとする意見があるが、容量あたりのカフェイン含有量はエスプレッソの方がドリップコーヒーに比べて多い。しかし、エスプレッソの一杯あたりの容量はドリップコーヒーに比べて少ないため、通常はエスプレッソ一杯あたりのカフェイン含有量はドリップコーヒーよりも少ない。ただし、実際のカフェインの量はコーヒーの容量。 コーヒー豆の産地、焙煎の方法や、その他の条件によって異なる。通常のエスプレッソは、1杯あたり、コーヒー豆を7グラム程度使用する。14グラム程度使用したものは、ドッピを、ドッピを、ダブルの意味と呼び区別することもある。クリームなどを加えて、カフェラテ、カプチーノ、カフェマキアート、キャラメルマキアートなどのバリエーションもある。エスプレッソの抽出には、 電気式のエスプレッソマシン、もしくは、もっぱら家庭用のモカエキスプレスなどの専用の器具を用いた直火式がある。電気式のエスプレッソマシンは、直火式に比べてより高い圧力をかけて抽出することができるため、より濃厚に入れられると言われる。容器に紙コップなどを用いて、濃縮検液を薄めて飲料を提供する方式の一部の飲料、自動販売機には、 エスプレッソマシンに似た気候が内蔵されており、その都度豆を引いていることを宣伝文句に強いる場合もある。ただし、エスプレッソほど濃厚に抽出されているわけではない。抽出に用いる水は、深入りのエスプレッソでは、渋みの成分がカルシウムなどに結びついて、苦味、渋みが除かれ、まろやかさが増して、コクが加わるので、香水を用いることが望ましい。 電気式の自動エスプレッソマシンでは、まずエスプレッソ用に細かく引かれた豆を脱着可能なレバー形状のフィルターホルダー。スターバックス社では、ラポートフィルターと故障先端に装着ておいた金属製のバスケットの中へタンパーで押し込める。これをタンピングという。均等に押し込めたら、マシンにセットし、圧力でコーヒー液を抽出する。マシンによって仕上がりは異なるが、 エスプレッソには黄金色の泡が浮かぶことがある。これはコーヒー豆の油分やタンパク質に由来するもので、クレマと呼ばれ甘さのもとであると言われる。この上に砂糖を浮かべて飲み干す。エスプレッソマシンには抽出時間や圧力などを手動で調整するなど複雑な操作を必要とするものもあり、細かく要望に応じた味を引き出すことができる。この技能に精通し、 また以下に述べるバリエーションドリンクを入れるにあたって、コーヒーに浮かべるフォームミルクに模様を入れる、ラテアートなど、専門の技能を持ったものをバリスタと呼ぶ。逆により簡便に利用できるように設計された使い捨てカートリッジを用いるタイプのエスプレッソマシンもある。このカートリッジタイプのエスプレッソマシンは、日本ではネスレ社のネスプレッソが普及している。欧州では、 複数の規格が存在し、互換性に問題が発生している。イタリアのイリー社が開発し特許を取得した Easy Serving Espresso ESE のカフェポット、エスプレッソポットは日本でも普及している。ポットとは、エンドウ豆の鞘を意味する。カフェポットは、エスプレッソ一杯分に相当する約7グラムの豆を焙煎し、 引いたものを紙パックにし適度な圧力をかけて成形されている。適切に引かれているだけでなく、バスケット内部へのタンピングも不要であり、使用後も豆が散らずに片付けやすいため初心者にも扱いやすい。バスケットは粉用と同じく金属製でフィルターホルダーより脱着可能だが、厚みはより薄く、カフェポット装着の上にゴム製の蓋をかぶせる。 メーカーによってはカフェポットを個別包装して鮮度の面での差別化を図っている。様々なロースターが味に工夫を凝らしたカフェポットを発売している。サイコ社やデロンギ社では ESE 規格 44mm 系、ネスレ社では自社開発であるネスプレッソカプセルに対応したエスプレッソマシンを販売している。 エスプレッソマシンは抽出方法によりいつかの種類に対別できる。コーヒー豆の使用方法によっても種類がある。その他、エスプレッソマシンのサイズとしては、家庭用の小型のものから業務用の大規模なものまで多様にある。直火式の抽出器は、本ンの上に直にエスプレッソの抽出器を置いて加熱し、熱を加えた際に発生する蒸気圧力によって抽出する方法である。 抽出器の底面が水タンクとなっており、下から熱を加えることで沸騰した湯が自身の蒸気圧で加圧され、サイフォンの原理により、器具内部にあるコーヒー豆粉末が詰められたフィルター部を通って、本体上部に抽出されたコーヒーが溜まる仕組みになっている。抽出できる量は器具の大きさによって決まり、一杯用から他人数用まで多様にある。直火式の器具は、 電気式のエスプレッソマシンと比較した場合の特徴として器具が小さく構造が簡単であるため掃除手安価で置き場所も取らない点がある。またアルコールランプやアウトドアコンロ等でも抽出できるためキャンプや登山などを屋外で入れることも可能である。一方、せいぜい1.5気圧程度とエスプレッソマシンと比べると低い圧力で抽出しているため多少抽出される成分に 偏りがあり、香りの複雑さでは若干劣ると言われる。器具によっては重りを利用した圧力弁により2から2.5気圧程度を得られるものもある。また、フィルターへのコーヒー豆のセットや水の充填、沸騰と1回ごとに手間がかかる。直火に器具をかけて抽出する方式の器具の名称では、マキネッタ、マッチネッタや大手メーカー製品の商品名である、モカエクスプレス。 モッカエクスプレス、自家大式、自家美式、あるいは単に、エスプレッソメーカーなどと呼ばれている。また、自家美式の器具も含めて、エスプレッソマシンと言われることもある。マキネッタはもともと、ナポリ式コーヒー用の店頭式抽出器、ナポレターナも含め小型のコーヒー抽出器を指すのだが、日本では2000年代頃から、この自家美にかける勘弁なエスプレッソ抽出器を、 サスとして使われている模様である。なお、エスプレッソとは本来、マシンで高圧抽出されたものだけを指し、自家式で抽出されたものは、モッカと呼ばれて両者は全く別の飲み物として認識されている。1806年、ナポレオンがイギリス製品をボイコットする大陸封鎖令を発したことから、フランス植民地で砂糖やコーヒー豆が極端に不足した。 このことがきっかけで、チコリコーヒー、チコリや穀物を焙煎した、カフェインを含まないコーヒー風味の飲み物などの多くの代用品や新しいコーヒー飲料が生まれることになる。ゲーテもイタリア滞在の際には寄ったと言われる、ローマのカフェグレコの三代目オーナー、サルビオには、苦肉の策として、それまで出していたコーヒーの量を単純に三分の二にして、価格を下げることで当座をしのいだ。 これは多くの客に受け入れられ、グレコは多くの姉妹店を出した。これがデミタスカップの起源である。ドリップコーヒーやサイフォン式のコーヒーのように圧力を一切かけずに抽出するのと違い、高圧力で抽出し濃厚なコーヒーを入れる方法として、エスプレッソマシンはデミタスカップの誕生化一世紀後の1901年にルイジ・ベゼラによって開発された。 この特許を買い取ったデジデリオ・パボーニが1906年のミラノコク博覧会にベゼラという名前で出品したのがエスプレッソの起源で、あ、一杯ずつ注文に応じて入れる手法がトルココーヒーですでに定着していたイタリアで広く受け入れられた。現在多く用いられている電気式のマシンは1961年にエルネスト・バレンテによって開発された。日本で エスプレッソドリンクが広く受け入れられるようになったのは、スターバックスをはじめとする、シアトル系、コーヒーショップが、チェーン展開されたことが大きい。エスプレッソの語源は、休息との説と、特別に、あなただけに、との説、抽出するという意味の動詞の過去分詞型から、派生したとする説がある。誰が最初に名付けたのかは、はっきりしていない。ただ、 当時の時代背景から蒸気機関車の通販を用いて宣伝活動を行っていたエスプレッソマシンメーカーもあったことから急速のイメージは強く関わっていることがわかる。また、イタリア語の鉄道用語でエスプレッソは急行を指す。エスプレッソは本来、ストレートまたは砂糖だけで飲むものであるが、牛乳などと組み合わせる飲み方も見られる。イタリアではカフェといえば、 エスプレッソのことを基本的に指すため、カフェラッテとはエスプレッソに牛乳を加えたものである。ラッテ、ラテはイタリア語で、牛乳の意である。日本では、ドリップコーヒーに牛乳を加える飲み方を従来、カフェオレと称した。これに対しエスプレッソに牛乳を加えたメニューを紹介したアメリカのコーヒーチェーンに習って、カフェラッテの名称が広まったため、オレと。 ラッテが区別されることになったと考えられる。また、バリエーションドリンクに用いられる場合には、エスプレッソは、ショット、ショットという単位で数える。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。